ガツッとほら。カモちゃんない。いきなり来た。のでいいですか？ありがとうございます。また来たよ。入れ食いじゃん。また来た。連発でおーアップ、よっしゃ。何センチ？こっち来て、こっち来て、もうわかる。ちょっとこれ挟んで。ああ。さて、60、70いかなかった。どれだ？もう一回、シーラ。はい、Vサイン。シーラを映す。すごいです。すごいですね。もう早く閉めた方がいいよ。ああ、そうですね。はい。来た。え？出て上がる？いや、上に上がったんかもしれんね。そうか。玉いるんだったら言ってない。ああ、来そうな。俺も来た。っちゃ。これはちっちゃいな。こんな、俺大きいの行こうかな。シイラが泳ぐよ。棚結構上にあったシイラ来るよ。ちっちゃいわ。ちっちゃいあたり。ちっちゃいヒラメ。飲み込む。来とるじゃん。俺も来とるわ。これはいい方だよ。まあまあそんなに来ないか。よいしょ。交差しとるかもしれんで。おお、じゃあ取ろうか。ん、大きいな。なあ、あ、ちっちゃい。チビ好きだよ。いや、終わった。終わった。あ、折れた。竿が折れた。やりすぎたの。はい。待って、終わり。終了。折れるんだ、これも。今日はどうでした？まずまずでした。はい。何匹？5匹です。一番大きいサイズは60ですかね。はい。釧路市が現れました。どちらから来たんですか？石橋から来ました。え？石橋から来ました。福島。うわー、遠いとこ。岩手なんですよね、僕らはね。どうでした今日？ヒラメ釣り。ヒラメの他にヒラメも釣れたんですけど、シイラも釣れて。ああ、でかいの釣ってましたもんね。すごい嬉しかった。ああ、じゃあこれアップで入れときましょう。みんな仲間で。ああ。まあ次は、まあ、今度は秋田でもね行ってタイでも行ったのぜひ。すごいバッチグーのインタビューですよね、はい、ああ、向こうから話しかけてくるとは思わなかったですね。はい、まあね、若い子が最近釣りハマってますからね。そうですね、いいことですよ。ストレス取れて、私も昨日までストレス山ほどあったけど、かすかに今残ってるぐらいのもんで、はい、よかったです。釣れてよかった。何匹ですか？では5枚です。5枚です。何匹ですか？8枚。8枚。じゃあもう1人。今日は何匹釣れました？今日は15匹。15匹、最高ですよね。一番ね。ちょっとお魚見せてもらえませんか？すごい。うわー、すっげえ。プロは違うんですね。こんなん。ここが誰かクーラー見せてもらえますか？余計計なものに寄せられてるんで。あ、ビニールが入ってる。ここの下です。こんな大きい大きい、意外と。はい。ありがとうございます。今日僕はね9枚かな。ビニール入れてる。ああ、こんな5枚。はい、ありがとうございます。シイラがおおおお、すごい。はいはいはい。うわー、シイラでかいです。一番でかいです。これはでかい。今日何匹ですかね。今日はカレーが、ヒラメが大きいの来とるな。7匹。ああ、みんなで。うわ、これも2、8ですかね。8、みんなで8勝ちました。9です。15匹やりましたね。さっきです。15匹はあ、すごいね。お、前出して。おお、いいね。はいはい。でかいね、これ。これが60ね。カレーサイズ。